小芝風花、亀梨和也、西野七瀬、宮舘涼太、ウォーク、ビジュアル初公開豪華絢爛な衣装をお披露目。女優の小芝風花が主演を務める2024年1月18日スタートのフジテレビ系木曜劇場、ウォーク、毎週木曜夜10時のビジュアルが初公開された。本作は、様々な人間の思惑、嫉妬、憎悪、悲哀が渦巻く、女の社会の縮図イコールウォークで、たった一つの愛を得ようともがく女たちの戦いを書いていく。時は江戸中期、景気は悪化の一途をたどり、日本国民は質素、倹約、勤労の日々を強いられていた。格差は広がるばかりで、人々はこの景気を改善し、国と国民を豊かにしてくれる将軍の登場を待ちわびる。そんな中、主人公、五重宮凛子、磯宮、智子、小芝は、第十代将軍、徳川家春、亀梨和也、との政略結婚を強いられ、京から江戸城本丸にある大奥へ渡ると、そこには千人近くにも及ぶ将軍に仕える女性たちがいた。